プロ野球パリーグ西部日本ハム9日ベルーナドーム西部の野村大輝選手がツーベースヒットを放ち移籍後初ヒットと思われましたがなんとベースを踏み忘れたアウトの判定になりました日本ハム戦に7番ファーストで先発出場した野村選手は5回の第2打席 日本ハムの山崎幸也投手が投じた3球目を打つと、打球は宇宙間を抜けます。それを見た野村選手は、勢いよく一塁を回り、二塁ベースに達します。奇跡後初ヒットと思われましたが、次の打者の小賀優斗選手が準備していると、山崎投手が一塁へボールを投げます。これをファーストのマルティネス選手がキャッチしベースを踏むと判定はアウト。 これに対して、西武の渡辺久信監督代行がリクエストします。それでも判定は覆らずアウトとなりました。野村選手は、この判定に呆然、この回の西武の攻撃は終わりました。